昔の曲をミュージカル風にアレンジしてみました。幻の鳥と伝説の狩人のお話です。龍が演じる伝説の狩人は今まで一度も獲物を逃したことはありません。私が演じる幻の鳥は今まで狩人の弾に当たったことはありません。さて今日は伝説の狩人は幻の鳥を撃てるのでしょうか。皆さんぜひ想像しながらご覧ください。リトルリチャードナンバーからノッポのサリー。